どうも、時谷拓です。今回は傷釣りをしていたら大きなつば黒いを見つけたので、急いで森を持ってきて刺して捕まえてみました。重さは25キロぐらいあって大きすぎたので、キャンプ場でまずヒレだけを取って家に持ち帰ることにしました。それでは家に持って帰ってきました。エイをさばく際はまず体表のぬめりを取らなきゃいけないので、80度くらいのお湯をかけてぬめりをたわしで取っていきます。そうしないとまな板でつるつる滑ってとても危ないですし、衛生面的にもあれですからね。裏表しっかりとぬめりを取っていきます。それではぬめりが取り終えたので、まな板の上に乗せていきたいと思います。やっぱり大きいですね。5キロぐらいあったと思います。これからエイヒレにする部分と唐揚げにする部分に分けていきたいと思います。エイは軟骨魚類なので骨は柔らかいはずなんですけれども、やっぱり大きい個体だったのでそれなりに力が必要でした。とても大変です。ここでやっと切り離すことができました。エイのヒレだけでもこれぐらいの大きさですね。エイヒレ用に後で処理していくんですけど、適当な大きさに切り分けていきます。次に唐揚げ用の身を分けていきたいと思います。こちらも軟骨なんですけど硬くて切り離すのがとても大変でした。思ったよりも身が多くてびっくりしました。食べ手がありそうです。それでは軟骨から身を離していこうと思います。上身の方はとても身が厚くて食べ手がありそうなんですけれども、下の方はそんなついてなかったですね。煮付けにしたら美味しかったです。こうやって切ってみると断面もすごく綺麗で柔らかいミスってことが分かりますね。皮が少しヌルヌルしてて引きにくかったんですけど、やっぱりしっかりと初めにぬめりを取っていくことが大事だと思いました。
片方のヒレだけでこれだけの身が取れたので、ブの周りはある意味いいのかなって思います。それではさばいた身を切り分けていきたいと思います。とても分厚いので半分にしても十分な厚さがありました。味付けは酒4、醤油1の割合で少し塩味を弱くしてみました。身がさっぱりしているのでそれぐらいでいいのかなと思います。生姜とニンニクを入れるんですけれども、少し味にインパクトを与えたかったのでニンニクを多めにしています。味付けが終わったらジップロップに分けていきたいと思います。ジップロップに入れ終えたら少し空気を抜いていきたいと思います。ボウルに水を入れて少し沈めたら水圧で空気が抜けるのでしっかりと密閉されます。味も染み込みやすくなるんじゃないかなと思います。170度の油で5分ほど揚げれば完成です。身はふわふわで味がしっかり染み込んでいてとても美味しかったです。ご視聴ありがとうございます。